ご紹介します。県郡東小学校区、それから東町小学校区でございます。ちょうどギュッと詰まった県郡、東小学校校区なんですね、はい、もう非常にたくさんのこちらの、住宅団地ですか、団地が多いですよね、多い地域ですよね、はい、公務員住宅もありますし公団もありますよね、うん、市営団地、県営団地っていう、そうですね、集まってますね、はい、ということで東町中学校は、県郡東小学校の校区の中にありますね。ということでございまして、今日は修太君がですね、はい、県郡東校区、それから東町校区、取材してきましたのでリポートしていただきたいと思います。はい、それでは早速マップナンバー1番からお願いします。1番から、はい、自衛隊通りを南側に走っていきますと、左手に見えてまいりまするイーストタウンマークスと言いましてね、はい、商業施設があります。参りまする来ましたね、今参りまするって言いました来ましたね、いや忘れてください、はい、はい、そこにあるトップキッズ、こちらなんですが、幼児&小学生対象の文字と数書き方そろばん習字教室です、うん、3歳から通えてですね、子どもの潜在能力をすくすくと伸ばしてくれるということで、3歳って、うん、僕子供を育てたことがないんですよ。そうですね、結婚してないんですからね、はい、うん、3歳ってどんな感じなんですかね。3歳って僕はだいたい九九が言えてましたね、もうねあ、そうなんですか、早くから、はい、3歳で言えるものですね、雄三さんだけでしょ、きっといやそろばんっていうのはですね、はい、非常に頭の計算、想像する、うんうん、だからなんていうんですか、右脳を使うんですよね。そうですね、らしいですね、ね、うん、はい、ということで、まあこのあれでしょ、これトップキッズっていうぐらいですから、トップのキッズをそうですだからもう英才ですよね、英才、英才教育ですよね、うん、でもう無料体験随時受付中ということですので、いいですね、まあ、ぜひね、うん、僕も結婚して子供できたらこういったところに入れてね、うん、東大に入れようかなって思いますけど。なるほど、はい、カエルの子はカエルと言いますかね、はい、じゃあ東大だ、まあまあ、なんていうんですか、鏡とも言いますかね、親はね、うんうん、そうですね、まあ逆に、うん、それを見て育つ子供はまた逆の方向に行ったりもしますから、うんうん、いいかもですね、あ、いいかも、あ、逆の方向にですね、うん、はい、なるほどまあどっちもなんか、うん、はい、さあ次行きましょう、はい、続いて2番、同じところですね、イーストタウンマークス内にあります文具マート桜館です。こちらですね、本当に大きな文房具屋さんです。そうなんですね、はい、で月1回ですね、はい、イベントをやってるということで、先月は折り紙が 20% オフでした。折り紙もね、いいですよね、はい、僕はここでですね、ボールペン3つぐらい買いましたから、しょっちゅうボールペン買ってきたの、ボールペンなくすんですよ僕もう大切に使ってくださいね、はい、文具マート桜館ですね、行ったら本当に楽しいお店です。皆さん行ってみてください。文具と言ったらここなんですよ。大好きです。そうなんですか、うん、ここ知らなかったので。2時間ぐらい帰りませんからねぜひ行ってみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。でですね、また同じイーストタウンマックス内にあるお店、はい、下川東松店、うん、これ下川と言いますか、もう有名ですね、有名ですよね、はい、熊本ではおなじみの薬局でございます、はい、はい、でこちらの特徴なんですけども、薬局を開くときにですね、特徴っていうか必要なのが薬剤師か、もしくは薬師匠という資格が必要なんですけども、はい、うん、薬剤師は調剤ができる資格ですよね、はい、薬師匠っていうのは一般薬品を売れる資格なんですよ。うーん、なるほど。でこの方が2名いらっしゃるということで、はい、おー素晴らしいですね。そうなんです、そう、頭が痛い時にですね、うん、言ってもすいませんそれ売れないんですっていう薬局意外と多いんですよね、うん、そうなんですね、うん、だからきちんと管理者がね、うん、いないと、今言った資格を持っている人がいないと、うん、売れない薬品って結構あるんですよ。あるんですよね、うん、でそれ知っておくと便利ですよ。そうですね、うん、なので、まあ、常時ですね、いつも2人体制でやってますので、うん、了解で言ってたのが、やっぱりその今からインフルエンザの時期ですので、うんうんうん、インフルエンザにならない体作りを提案しますということで、はい、気軽にご相談していただきたいと思います。はい、大切だと思います。はい、そしてこの、その次ですね、4番、こちら空港、第二空港線を行きますと東町2丁目交差点があります。それをまた南に行きますとサンロードシティ熊本という商業施設がありまして、そうですね、はい、
そこにイーグル歯科クリニックございます、うん。こちらの歯医者さんなんですけども、とてもですね、子供に優しい印象がある歯医者さんでですね、うん、矯正ってなるとどうしても針金みたいなのをつけるじゃないですか、そうですね、あれって取り外し自由らしいんですよね。あ、そうなんですか、はい、で子供って秋っぽいですから、そういうのを外してなかなか矯正ができないということが多いらしいんですけども、はい、こちらではですねオーバーレイ治療といいまして、はい、このもう固定しちゃ外れないように矯正するっていうのが、もう子供が触らないようにね、そうです、そういったですね治療を推奨しておりまして、まあ、そういったお子様の治療にはもってこいの歯医者さんです。なるほど、はい、なるほど。キッズスペースもありますのでお気軽に行っていただきたいと思います。はい、はい、そしてですね、同じサンロードシティ熊本内にあるパソコン教室、パソコン教室分かるとできる、分かりやすいですね、分かりやすいですね、はい、電源の入れ方から教えてくれます。こちらですね初心者、超初心者でもおすすめということで10歳から85歳まで通ってますよ、はい、なかなかですねパソコンっていうと壁が高いかもしれませんけども、まあ、こちらですと気軽に教えてくれるということで、はい、行っていただきたいと思います。なんか最近人気のキッズプログラミング講座みたいなの、はい、そうなんですよ、ね、こちらもやってるということで、ありがとうございます、はい、ぜひ、まあ、どういったものかはですねホームページと実際行ってみて確かめていただきたいと思います、はい、はい、続きまして同じサンロードシティ内にあるパン屋さん、ベーカリーグランペールさんです。こちらはですね常時80種類のパンを、焼きたてのパンが用意されているということで、とても美味しい匂いがいつも漂うお店でございます。パン大好きです、はい、はい、近所にですね一軒は欲しいお店ですよね、はい、私買いに行ったことあります。あ、本当ですか、うん、やっぱりどれを食べてもとても美味しかったです。あ、本当ですか、はい、もうそれはもうぜひ参考にしていただきたいと思います、うん、はい、それではですね続きましてこちらランプショップリリさん、マップナンバー7番なんですけども、空港第2線をまたちょっと行っていただきますとですね右手に見えてくるんですが、これ九州では珍しいんですけどもランプショップ専門なんですよ、うん、ねえ、あこねさん絶対好きだと思います。いや好きです、はい、ここ全然知らなかったので、はい、このマップ見た時にぜひ行こうと思いました。へですよね、うん、もちろん。ゆずさんいかがですか、こういった。僕はアウトドアのランプ好きなんですけどね、やっぱそれ家の中でその雰囲気を出せるっていうのはね、素敵ですね、はい、はい、本当にね入るとおしゃれですよ、ランプってこんなに醸し出してくれるかっていうぐらいに、そうですよ、はい、こちらですね本当に分かりやすいです。右手見ていただければすぐ交差点、東町2丁目交差点を過ぎてすぐ左手、すみません右手を見ていただければ見えてくるお店ですので、うん、ぜひ行っていただきたいと思います。はい、はいはい、そしてですね東町2丁目交差点の角にあります、施設なんですけども児童発達支援事業所ポルトです。はい、こちらはですね無理のない、療育、各遊びを通して育つ力を育みますということで、子どもの成長を応援してくれる施設です。はい、はい、子どものですねできたという成功事例を増やして自信につなげると、いやそうだなと思いました、これ大切ですよね、はい、僕も子どもの頃にですねできたがあれば、もっと成長してたと思うんですよ。それ以上成長するいややっぱ子どもの頃の記憶って大事ですからね、大切ですよね、はい、そういった、施設でございます。続きまして9番ですね、マップナンバー9番第二空港線をまた行きますと今度は左手に見えてまいります熊本花房さんです。はい、有名ですよねこちらもね、はい、はい、実はですねこちらの熊本花房さん実は明日からなんですが、はい、4号とですねカスタードケーキ祭りを開催いたします。もうここのカスタードは有名ですからね、はい、水戸さんも好きですか。そうですね、大好きでしょ、まあ、熊本といえばねやっぱ熊本花房かなと、でなんとですねこのカスタード祭りなんですけども通常98円なんですが、60円なんですよ。安っ、すごい安いですね。必ずちょっとしたお友達のとこに行くときにはそうなんかね、
手頃な値段でもありますし、美味しいし、そしてこれよく買っていってましたね。そうです、たくさんいただいた時は、はい、凍らせててもね美味しいんですよ。おすすめです。僕もこの前食べましたけども、うん、本当にふわふわの、ね、ケーキの中にカスタードが入って入ってたりね、いろいろなチョコだったりね。トマトカボーさんといえば あれですよね、天草サブレも有名ですよね。はい、そうです。こちらもこの期間ですね、なんと、1080円エコパックで28枚入りなんですけども、1080円がなんと600円ということで、お手頃価格です ね、 いいですね。数量限定です、はい、ぜひ、明日明後日ですね、熊本カボーさん2日間です、ぜひ行っていただきたいと思います。はい、はい、そしたらですね、また続きまして、今度は、第二空港線の左側に見えてまいります、エイトカフェさん。はい、はい、こちらはですね、もう本当におしゃれな落ち着く雰囲気のカフェです、うんうん、でランチがすごくおしゃれなんですよね、うんうん、これ僕のツイッターにも上げてるんですけども、うん、そうなんですね。僕が食べたのがですね、ステーキ丼。ステーキ丼、ゆうぞうさん好きじゃないですか、はい、ステーキ丼。そうですね聞いてました。大丈夫、僕の話今聞いてますよ肉には目がないですから、ね、なんか目がないのに、ね、ちょっと遠くに行ってなかったですか今、はい、大丈夫でした。肉は大好きです。はい、そのステーキ丼がですね、本当に柔らかくてジューシーなステーキ丼を食べさせていただいて、いくらだったかな、1000円ちょっとぐらいで食べれたんですよ、ランチで。なので、まあ、気になる方は僕のツイッターで写真を確認していただきたいと思います。はい、であとはですね、このエイトカフェさんなんですが、手作り雑貨も置いてあるんです。へえ、はい、なんで僕がですね行った時も女子会が、近所の奥様方が、うんうん、たくさん、はい、その雑貨も見つつね、何の話してるんだろうなとか思いながらずっと聞いてましたけど、ママ友とね、そうなんですよ、きっとね盛り上がってたんでしょうね、なんか愚痴かなんかあるのかなみたいな感じだったんですが、まあそのようなですね、本当に女性の方も気に入っていただけるようなおしゃれなカフェ、エイトカフェです、夜の方もですねやってますので、ぜひ行ってみていただきたいと思います。はい、はい、ということで1番から10番までご紹介させていただきました。はい、ちょうどですね今紹介してきたところ、自衛隊側から東に向かって紹介してくれましたけれども、県軍東1丁目2丁目3丁目4丁目ですね、それから、はい、花立ての5丁目ですか、はい、佐渡原ですね、はい、この辺りをちょっと紹介してもらいました。さあ今日ですね、オープニングでもお送りしました通り桑田佳祐さんの曲を、お送りしておりますけれども、まあ、今月25日にライブに来るということでね、はい、今日はですね11月の3日ということなんですが、実は明日が、まあ、ちょうど満月なんですよ、うんね、うん、こういう日にはもうムズムズとムズムズとこう釣りに行きたくなるんですそうなんですね、 いや、お潮ですか、ちょうどね、大潮なんですよ、あ、釣れますよ ね、ということでシュータと僕は、この辺りから、土を見ながら、うん、いっぱい やりながら釣りをする、いいですねいいです ね、 ね、はい、ということで一曲お聴きください。桑田佳祐でミスタームーンライト。